今回の光るオーツは新型コロナウイルス感染症対策について大津市長から市民の皆様へのメッセージをお送りします。新型コロナウイルスの感染拡大の第5波、もうこれまでと桁違いに感染者が増加し、未だ歯止め兆しが見えておりません。滋賀県においてもまん延防止等重点措置に代わって9月12日まで緊急事態宣言の適用がなされました。市としても県内の医療提供体制が極めて逼迫し、危機的な状況にある中で、これ以上の感染拡大を食い止めるために、市民の皆さんと今一度危機感を共有し、より緊張感を持って感染対策に取り組んでいただくことを、不断により呼びかけていかなければいけないと考えています。市内の感染者数については、これまでと比較にならない勢いで増加しております。8月17日には、これまでで最多となります1日104人に上りました。また県内の病床使用率が 90% 前後で推移する中で、市内の自宅療養者も8月26日時点で383人に上り、保健所として健康観察に全力を注いでいるところでもあります。感染者の年齢別の内訳を見ますと、20歳代を中心に若い世代が急激に増加している一方で、60歳代以上の新規感染者は抑えられています。これは4月から進めていますワクチン接種の効果が如実に表れているものと考えております。しかしながら、これまでより感染力が強いとされる変異株への置き換わりもあって、家庭内での感染が増えるとともに、会食や3密といった感染リスクが高いとされる場面以外での感染が疑われる事例が増えております。例えば車の中でマスクをしていたものの窓を閉め切っていたり、屋外でマスクをせずに会話したりして感染したとみられる方が確認をされています。次ご覧ください。新型コロナウイルスワクチンの接種状況についてであります。8月26日時点で1回目の接種を終わられた方が16万6360人、これは接種対象の市民の方の 53.5% です。で、2回目の接種を終えられた方が13万3750人、43% となっています。で、このうちご覧のとおり65歳以上の方は1回目が約83882人、 87%、 2回目接種を終えられた方が82427人、 85.4% となっています。緊急事態宣言下ではありますが、医療関係者の皆様の協力のもとで感染対策を講じながらではありますけれども、引き続き接種を安全円滑に進めてまいりたいと考えています。接種を希望される市民の皆様が一日も早く接種できるように取り組みを進めてまいります。市民の皆様には緊急事態宣言に伴う取り組みにご協力をいただきますとともに、不要不急の外出自粛の徹底、手洗いやマスクの着用、密閉、密集、密接のいずれの密も避けるゼロ密など基本的な感染対策の徹底をお願いしたいと思います。以上、新型コロナウイルス感染症対策について大津市長から市民の皆様へのメッセージをお送りしました。緊急事態宣言が発令されております。不要不急の外出自粛や手洗いの励行、確実なマスクの着用、3密の回避といった基本的な感染対策を徹底してください。